ルラジ。週末金曜日午後8時になりました。沖縄県の県魚グルクのように沖縄全国をぐるぐる回って体験してさまざまな情報をお届けするグルクンラジオ、略してグルラジ。今夜も30分よろしくお付き合いください。この番組は毎日新鮮安い農連プラザ内にある農連ファーム、写真映像撮影のココワークスの提供でお送りします。こんばんは。グルクンラジオ、略してグルラジは県内外のさまざまな情報をお届けするリスナーの皆さんと作る情報バラエティ番組です。パーソナリティの楠木とベチです。はい、本日のトークテーマ、毎週ざっくりで申し訳ないですけど調味料、はい、なんだこれ調味料、お好きな調味料、よく使う調味料、はい、調味料についてツイキャスでコメントをお待ちしています。ね、たくさんかけるとか、そうかける派、少なめ派とか、そうだよね、うん、あの素材の味を楽しみたい派とかね、マヨネーズめっちゃ好きとかね、うん、いろいろあると思う。マヨラさんとかね、私マヨラなんで熱く語っていただけると、はい、七味唐辛子をめっちゃかけて周りに迷惑かけるとかね私はもうゼロですねそういうお話なんかもいただけたらと思います。うん、はい、後半は我流操作でですね、お塩の専門店、はい、マース屋さんに行ってきましたね。その様子をお届けします。はい、ということでね、はい、で早速メッセージの方いただいているのでご紹介していきたいと思います。はいはい、お願いします。どさんこグルクンさんから、はいさーい、こちらは地震から1週間経って日常に戻ってきているなと感じています。前回の放送中にはリスナーさんからも心配するお声をいただいて嬉しかったです。ありがとうございます。さて9月もあっという間に折り返し地点に来ましたね。僕はというと来週の金曜日に沖縄に行きます。おお、ついに迷子にならないように生放送見に行きますねっていうことでメッセージいただいています。 ありがとうございます。ウェルカム、ウェルカム。はい、多分ね迷子にならないと思います。うん、ならないね。ならないけど、うん、建物のちょっとほら奥まってるじゃない、ビルのね、なんだろうな、でもユイレールで来るなら三重橋で降りて、うんうん、で右手にあの本屋さん、純駆動書店があって、はいはい、あの左手に焼肉屋と焼肉屋が見えるので、うん、その真ん中にあるっていう、はい、いい香りをしながら、うん、そうですね、入るっていうスタジオです ね、はい、ね、あの噂の随所さんの隣ですのでね、はい、あのそれを匂いにつられてやってきていただければなとか思いますけど ね、はい、お会いできるの楽しみにしています。はい、はい、でツイキャスの方もコメント来てますね。長谷川さんから、はい、こんばんは、あかんすぎて呆れてくるタイガース福留、北条、北条、北条、怪我はあかんということで、うんうん、そうなんですよね。本当にさっき私も今日全然忙しくて、うん、仕事が全く今まで情報を見てないんですけど、はいはい、ツイッターで北条怪我だけ見ましたマジかよって思う。怪我人が続出してるんですか。いやそんな続出とまで言わないんです、うん、やっぱりねこの時期に怪我されるとねっていうのはあるんですけどね。まあ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 、まあ、どっちみちあかんですかこんな私なんかあかんしか聞いてない気がしますけどね、タイガース。はい、なんかいつもと雰囲気違うベッチさんということで、先週ね前髪を切りました。ああ、前髪というか全体的に切ったんですけど、はい、ヘアスタイルちょっとね、はい、ちょっと変わりました。どさんこグルクンさん、スペシャルゲスト確定ですねってことで、そうですね、ぜひねスタジオの方にも遊びに来ていただいても OK なので、はい、マイク全然あるんで、ありますあります、ゲスト大丈夫ですはい、ということでグルクンラジオ、略してグルラジは 78.0MHz FM 那覇での放送のほか、ツイキャスでもリアルタイム配信しています。ポッドキャスト、 YouTube では録画配信していますので、放送終了後もお楽しみいただけます。グルラジでは皆さんからのメッセージをお待ちしています。ツイッターはひらがなでハッシュタググルクンラジオ、ハッシュタググルクンラジオをつけて投稿してください。メールでも受け付けております。メールアットマークグルクン沖縄、メールアットマークグルクン沖縄までお願いします。ツイキャスでいただいたコメントは放送中どんどんご紹介していきますので、たくさんのメッセージお待ちしてます。Thank you.
わけでざっくりとしたフリートークのテーマ、うん、調味料でございますけれども、ね、はい、皆さんねお好きな調味料だったりとか調味料多めがいいのか少なめがいいのかっていうね、うん、なんかねいろいろこだわりを教えていただけたらなと思います。そうですね、で長谷川さんからは、はい、調味料といえばニンニク、ラーメンたっぷり入れますということで。あ、なるほど、ニンニクね、でこれね量悩みますね。そうですね、これからどこに行くかにもよるしね、うん、そうなんですよね、明日は誰かと会う予定があるのかとか、うん、いろんなことを考えてニンニクを入れていいか考えますね。そうですよね、うん、あの相手があることだからね相手が困っちゃいますからね。そうそうそう、自分は大丈夫でもそうなんですよ、この匂いをまとってるので、うん、それですね、気にならないけれども、うん、会う人はね、うんうん、確かにニンニクっていうのは万能ですよね。万能ですね、何でも入ってますね、何でも入れますね、しかもね、うんうん、で お酒飲む方とか、お酒飲みのつまみ、うん、大体ニンニクね入ってたりとかもするじゃないですか。 なんかねあのうちの家族とかは、うん、こう体調がね優れない時とかは、うん、ニンニクたくさん入れたラーメン食べたりとか言いますけどね、うん、スタミナ的にもね、うん、いいですね、うん、悩みますけどねこれは量は。そうですね、うん、でもまあやっぱりたくさん入れた方が美味しいのは間違いはないでしょ。美味しいですね、はい、うん、もうニンニクを入れて、お昼はちょっとねあれですけど、うん、夜はもう気にしないで、うん、あ、帰って牛乳飲んでください雑牛乳どのぐらい効果あるんですかね。いや、なんかね、なんかのテレビでやってたのを見たら、うん、やっぱり牛乳は効果があるみたいなんだけど、食べて、うん、まあ、すぐっていうかね、うん、まあ、飲んだ方がいいみたいなのは見たことありますけどね、うん、食後に牛乳飲めない派なので、なんとなくお茶がいいなっていう、ね、私はもう絶対これまずいって時は飲みますね。牛乳があることも確認した上で料理します、ね、おじゅんさんから、はいはい、こんばんは、ポン酢が大好きですってことで。ポン酢もいいね。いいですね、あの大根おろしとね、はあ、もう最強ペアだと思ってます、うんうん、やっぱり疲れてたりするとやっぱお酢取りたくなるなっていうのもありますね、 ありますね、うん、で夏場とかだとね、うん、ハンバーグあの選べたらなんか和風おろしとか、はい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 、ね、デミグラスはちょっと重いなっていう時に、やっぱりさっぱり食べたい時、うん、こうお肉とかもやっぱりさっぱりしてくれるし、うん、鶏肉とかそういったものでもね、うん、何にでもまあポン酢も合いますよね、うんうん、じゃあ鍋もポン酢派ですかね、ごまだれ派か。私はごまだれも好き、ごまだれよりポン酢の方がいいかな、あれになんてもみじおろしですね、辛いもの好きなんで、うん、を入れて食べるのが好きです、はい、いいですね。ニンニクで思い出したのに、私は生姜結構入れますね、あのチューブの生姜とかあると便利なので、生姜ね、うん、あれ自分であのすってやると意外と一人暮らしだと消費できなかったりとかするので、あのニンニクと生姜のチューブはもうめちゃくちゃ助かってますね、うん、最近ほらわさびでもさ生姜でもちゃんとなんていうの、生わさびとか生生姜みたいな感じで、なんか生姜のなん繊維が入ってるぐらいのこう粗い感じののとかあるから、結構いいですよね、料理に使いやすい、うん、スーパーに行くといろんな種類並んでますもんね。そうそう、メーカーもいっぱいあるし、そうなんですよ、うん、値段も、ね、意外とね、安いものから高いものまでみたいな、ちょっと悩むんですよね。そこで、まあ、柚子胡椒とかね、あ、チューブとかもちょっと買ったりします。柚子胡椒も好きなんですよ。だいたい私が買わないチューブ、ね、あ、そうですねでしょうね、ここのズレがね、ここにちょっと温度差があるというね、ほかまさんから、お、楠木さん、ベイチさん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。調味料教えてくださいね、長谷川さんから、冷やし中華にマヨネーズかけますか、トマトに砂糖かけますか。あ、これまた論争起きるよこれ、うん、冷やし中華にマヨネーズ私かけません。私はかけます。お、分かれた、分かれた、スタジオ私マヨラーですから、かけます。冷やし中華にマヨネーズをかけるっていうのやったことないですね。なんかね、コンビニとかでついてる時と、うん、ついてる商品とついてない商品があるような気がする、うんうんうん、キューピーのほら細いこのマヨネーズのあれが一緒についてたりとかする商品もあったりしますけどね。コンビニについてないついてないだった、あ、ついてるついてないだと、うん、あの肉まんに酢醤油がついてるかついてないかっていうのも、地元は確実につくんですけど、酢醤油沖縄つかないでしょ。つかないので、からししかつかないよ。えって思って、からしいらないいらないいらないみたいな、でしょうねポン酢つけてっていう、うん、そう、
そうだよ、沖縄ではまあないでしょうね。ちょっとね、あの話ずれちゃいましたけど、でもまあ調味料ですから、はい、私あれショックでしたね、沖縄来たての頃。あ、そうなんだ。え、つかないのって、うん、ちゃんとつけて食べたい派だったので、半分に割ってからかけるっていう。あ、なるほど。じゃあ染み込まないので、ちゃんとかけたいわけですちゃんとかけたい派ですね。じゃあトマトに砂糖かけますか。小さい時に、うん、そのトマトが苦手だった時期があって。あ、なるほど。子供も案外トマト食べないよね。そう、なんかあのジュルッとする感覚が嫌で、うん、あとちょっと酸っぱかったりとか、はい、でそしたらおばあちゃんがあの砂糖かけたら甘くなって美味しいよって言って、うん、でそれでかけた時、子供の頃はなので砂糖はつけてましたけど、今は全然そのままですね。もう私もつけたことはないですね、うん、砂糖は。マヨネーズとかもつけないでトマトに関して食べますね。そうね、トマトはそのままがあるわ、バジルソースぐらいをかけるとかね、オリーブオイルとかで食べるのが結構美味しいかなと思いますけどね。夏バテしてる時とかもそのままトマトスライスを、食べちゃったりとかしますね。そうですね。長谷川さんからぜひビッチさんかけてみてくださいということで、ちょっと試してみます、冷やし中華。ほかまさんから、ブラックペッパーとタバスコとマヨはマストねってことで、マヨね、マヨ絶対マストですよ。マヨラ多めかな。岡間さんとはちょっと味の濃いの合うかもしれない。ブラックペッパー、タバスコとマヨってもうマストですよ。わかります。大好き、大好き、大好き、三大調味料。わかる、すげえわかるわ。吉井さんから出遅れました、今から聞きます。ありがとうございます。ね、調味料いっぱい出てきますね、意外と。おじゅんさんも柚子胡椒好きみたい、よかった。仲間仲間、はい、全然かけないですね、柚子胡椒でしょうねいや、一番好きな調味料は何ですか、楠木さん。私、うん、私一番好きな調味料マヨネーズかな。やっぱマヨネーズかなって思いますけどね。まあ、そんなマヨネーズですけど、今からちょっとお塩のお話をしていきたいなと思いますよ全然出てない本当ね操作のコーナーですね。まあ、このコーナーいろんなお店、過去にもフクロウのお店とかコーヒーショップとかご紹介してきたことがあるんですけど、はい、うん、まあ、私ですね、塩にこだわりがあるというまでは言わないんですけど、うん、うん、まあ、結構ね、あの、うん、お塩とかはまあ好きでね、うん、うん、あのこのお店によく以前から行っていたんですね、はい、で今日ご紹介しますのはお塩の専門店マース屋さん。はい、今ちょっとツイキャスの皆さんにはあのこのバッグを見てもらってるんですけど、まあ、塩屋と書いてマース屋ですね。あの沖縄の方言で塩がマースと呼んでおりますのでね、マース屋さんに行ってまいりました、はい、でこれですね、沖縄の会社でして、沖縄県内の塩とか日本や世界各地の塩など豊富に品揃えをされているお店です。沖縄県内はもちろん東京とか大阪にも実は店舗があるお店なんですね。で那覇市内にも国際通り店、松尾店、平和通り店ってあって、私はちょっとあのスタジオの一番近いのが、うん、平和通りなんで、うん、はいはい、そっちでちょっとよくお買い物はしてたんです。今回ですね、うん、取材に伺ったのは松尾店です。これもちろん国際通りにあるんですけれども、はい、住所が那覇市松尾 2-1-3 で、まあ、営業時間が10時から22時までです。で駐車場専用はないですけど、近くにコインパーキングありますよ、たくさんありますので、そちらの方に泊めていただきたいなと思っているんですけれども、まあ、今回ですね、あのこの松尾店さんにお願いした理由としては、沖縄県内の塩専門に取り扱われているお店なんですね、うん、まあ、世界の塩とか各日本の塩もいろいろある中で、沖縄の塩を中心に取り扱っているのはこちらの店舗だったので、まあ、お願いしたらところですね、あのソルトソムリエの又吉さんに対応していただいて、ちょっといろいろお話を聞いてまいりました。はい、でこの松尾店のお店っていうのがですね、沖縄の古民家をちょっとイメージしたお店ということで、割とこじんまりとした
感じなんですけど、レイアウトとかがあの分かりやすく見やすくこう並べられてる感じがするお店の作りです。で、国際通りという土地柄もありますけれどもね、あの海外の観光客の方も、うん、いっぱいいらっしゃいますね、うん、いっぱいいらっしゃるようでね、うん、まあ、店内にはですねイラストをこう入れたポップとかであの見やすい、結構視覚的にね分かりやすいような工夫もされているお店でした。でこのマース屋さんで売られているこの合わせ塩と言われるブレンドした塩がですね、うん、はい、60種類以上これ実際あるそうなんですよ、うんうん、中にはあの店舗限定とかいろいろあるらしいんですけど、大体60種類以上の塩があるということで、うんうん、これはあの宮古島の雪塩というのをベースにしたお塩で、うん、まあ自家工場でこうブレンドしているという形でですね、うんうん、もう素材とかを厳選して作られているこだわりのお塩ということですね、はい、でこのお塩なんですけれども、まあ、この塩はもちろんベースになるわけですが、うん、そこにいろいろな味がついてくるんですが、まあ、材料にもこだわっていたりとか沖縄県産のほかですね、県外産などもいろいろあるんですけども、うん、添加物を使用しないで安心して召し上がっていただけるということですね。で今日ねこのお店の中から売れ筋ベスト3をちょっとご紹介していこうかなと思って、まずね売れ、まあ、1位から言うんですけど、はい、1位はドレッシングソルト、ツイキャスの方にはちょっと見せてもらってますけど、こちらの方はですねそのままサラダにかけるのも OK だし、オリーブオイルとかお酢と合わせてオリジナルのドレッシングを作ったり、まあ、マヨネーズと合わせてタルタルソース風にしてみたりとかね、こういったいろいろできるということで、これ一番人気だそうです、うんうん。で2位がですねおにぎりの塩ってやつで、これ3種類のお塩をブレンドしたものだそうです。でこれはねお米のっていうのはやっぱ甘いじゃないですか。そうですよね、うん、この甘さを引き出すための角のないお塩をブレンドされてるということでした、うん、甘みとかねご飯そのものは甘みコクを引き立ててくれるというもので、私も実はこのお塩が大好きで、うん、よく愛用して実家にも置いてもらってる。お、長谷川さんからも塩ご飯好きっていうことが来てるので、うん、もしかしたらこのおにぎりの塩いいかもしれないですね。具材のない塩おにぎりだけ食べても本当に美味しく食べられるので、これはぜひおすすめですね長谷川さん。で早速進めてしまう、進めちゃうっていう、うん、で3位がですね、はい、シークワーサー塩で、シークワーサー塩はですねあの沖縄県産のシークワーサーを使ったお塩で、うん、さっぱりとした酸味が人気だということですね。これもあのいろんなものに汎用性が高そうなものなんですが、うん、私ね他にもいろいろ気になるお塩がありまして、はい、ちょっとびっくりしたのはね、うん、お刺身用の塩っていうのがあるんですよ、はいはいはい、ちょっとねちょっと回らないね高級なお寿司屋さんとかで、ね、ちょっと塩で食べるっていうのもね、うん、聞いたことあったり、私は行ったことはないんですが、うんうん、あるようなんですけど、ただそれだけじゃなくて赤身用と白身用で塩が違う、違うんですね、うん、それにもちょっと驚いて、やっぱりでもねこれやっぱり新鮮なお刺身で食べてほしいっていう話はされてましたけどね。あとね天ぷらの塩、これはなんかわかるじゃないですか、はい、天ぷらってだいたい天ぷらに塩つけるあたりから塩流行ってきてる感じもあるし、わかるんですけど、ゆで卵の塩ってゆで卵の塩もあるんですか、ね、ゆで卵の塩ってあるんですよ、びっくりしちゃうよね。これもちょっと興味がありますね、専門の塩がいろいろあるんですね。そうなんですよ、うん、で最初ねちょっとソルトソムリエの方にお話をしていただいたって話したんですけど、じゃあそれ何と、はい、まあ、ソムリエっていうぐらいだからね、あの、うんうん、ワインとかのソムリエみたいな形になると思うんですけれども、うん、これねこちらの会社が独自で作った資格なんだそうですよ、うん、でなんかね会社が作った資格だからと思ったんですけど、うんうん、話を聞いてみるとちゃんともう分厚いテキストで学習してこちゃんと試験があるそうなんです。じゃあもう会社でまたテキストも作ってあって、 すごい、それをちゃんと勉強しても、はいはい、一からねあの全く知識のない方も勉強して資格を実際取られた方もいらっしゃるということでね、うん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 、これまあ試験取ったらねあのこれでおしまいじゃなくて、うん、ちゃんとあの毎年こう更新試験というかね、毎年試験を受けて新しいお塩の種類とかね、いろんなものを塩の種類が増えたりとかするので、うんうん、常に勉強しておかなきゃいけないみたいなんですよ。大変な資格ですね。そうなんですよ、これはちょっとね、うん、一回取ったら終わりでもないんですね。そうそうそう、大体そういうイメージだったんですけど、うん、それでもなくて、もし不合格だったらもちろんこの資格は剥奪されてしまうというふうな、もう厳しい中でやられてるっていうことなんですよね、うんうん、でやっぱりこれは塩の専門知識を持つ店員さんということで、うん、お店ではのえんじ色のエプロンとネクタイをされている方たちがこの
ソルトソムリエの皆さんということで、松尾店では他の店舗よりも多い3名の方が在籍しているそうですよ。で、まあ、どんどん新しい知識を身につけられているということで、まあ、ちょっとね何かわからないときはその方エプロンしてる方をね、エンジン色のエプロンを目印ですね、してる方に声をかけると本当に親切に教えてくださいますので、まあ、ちょっとねなんかあまり店員さんに聞きにくいという人も、まあ、この方は専門家だって分かればね声かけやすいと思うので、これだけ種類があるならね、ぜひ専門家の方にねアドバイスいただきながら購入したいですね。分かんないのよ、実際 ね、 そうですね、たくさんあるということはね、そんなこのマース屋さんなんですけれども、やっぱりどんなお客さんが来るかって言うと、まあ、国際通りですから、さっきも言ったように観光客の方が多くて、外国人観光客の方も多いと、で非常に、ね、リピーターさんが多いそうなんですよ、だから毎回この塩を買うっていう塩もあるみたいなんですけど、今回はこういうのああいうのってことでいろいろな来るたびに新しいお塩を、ね、求められる方も多いということで、まあ、中国圏の方とかはやっぱり辛めの味のするお塩とかね、買われたりとか、そういったともあるらしくて、実は麻婆の塩っていうのもあってね、麻婆の塩またすごい、本当にねいろんな塩があってね、その本当に1回では買いきれないくらいあるんですよね。でリピーターさんが置いてるところがやっぱりね、この商品開発がしっかりなされてるんだろうなというのは、まあ、察することもできるわけですけどね。で、まあ、県内の人にね、やっぱり私も、まあ、住んでいるとなかなか行かないわけですよ、国際通りって。実は、まあ、仕事でね、このラジオの仕事でこの近くは来ますけれども、でそういった時に県内の皆さんに、まあ、どういったね感じのアピールがありますかねっていうことを伺ったら、実は最近県内の方で贈答品とか、あと結婚式の引き出物なんかで求められる方がいるみたいなんですよ。でちょっとね今ツイキャスの方では箱を見てもらってるんですけど、こういった綺麗な箱に入って3本とか5本とかね、予算とか本数を選べるようになっていて、しっかりした箱ですのでプレゼントにはとてもよろしいかなって思いますね。はい、こんな形で結構箱高級感ありますね。そうですね。で他いろんな店舗のいいところとしては試食がね全品できるというところもありますし、限定のお塩としてね今回買ってきたのが、沖縄限定タコライスの塩というのがありますね。こちらもちょっとツイキャスで見てもらってますけど、タコライスの塩って言ってね沖縄らしいのがありますね。ラベルもね沖縄な感じで可愛いですね。でもう一つ私が買ったのがですね、エビ塩、エビ塩来ましたね、グルラジオよく聞いてくださってる皆さんはエビ塩と聞いてちょっとピンときたかもしれません、我々がよくピンクの粉と言ってる、ね、やばい粉、っていうので、まあ、エビの風味が味見したんですする粉、まあ、我々の求めてるピンクの粉ほどエビではないんですけど、なかなかいい風ピンクではないですけどね。これ今日ベッチさんにプレゼントしますんで、ありがとうございます。ぜひちょっと舐めてください、はい、舐めてくださいって嫌な感じですけどね、ピンクのやばい粉とちょっと比較してみたいなと思います。マース屋さんはですね、塩のアミューズメントパークというような感じでですね、来店すると新しい発見がねたくさんあるようなお店です。で実際子どもさんが夏休みの自由研究でお塩のことを調べに来たこともあるんですって。だから子どもさんと一緒に行くのも楽しいと思います、ぜひ、ね、足を運んでください、公式サイト、まあ、ちょっと遠いっていう方は公式サイトではオンラインショップもありますので、オンラインショップを見るだけでもねたくさんの種類見て楽しいと思いますのでね、ぜひ一度見てみてくださいね。今回はマースや松尾店さんにお世話になりました。ありがとうございました。はい、今日もあっという間にエンディングなんですけどね、ちょっとツイッケスも見ながらちょっと、ツイキャスの方ですね、長谷川さんから60種類ってさすが専門店、食パンの塩とかもありそうってこと、なかった食パンじゃなかったな。ヨシーさんからはゆで卵の塩気になりますね、美味しい塩で魚のマース煮とか食べてみたいですね。美味しいでしょうね。あとはエビ塩出たってことで、出たおじゅんさんから、マース屋さん昔行ったことあるんですけど、そうなんですね、その時より種類増えてるんですね、また行きたいですっていうことで、ぜひね、まあ、エンディングになってるんですけど、まあ、グルクンラジオは毎日新鮮安い農連プラザ内にある農連ファーム、写真映像撮影のココワークスの提供でお送りしました。さて次回、いよいよベッチさんお誕生日週です。年取り
います。ということでバースデースペシャルをお届けします。、はい、メールやツイッターでベッチさんへの質問やお祝いメッセージをお寄せください。あの当日ね、あの本人には秘密にしたい人は私のツイッターアカウントに DM ください。はい、そういうシステム。質問箱もね作っておくので、はいはい、あのどんどんねいろいろ聞いて、あの楽しいお誕生会にしたいなと思ってますので、はい、よろしくお願いいたします。初の試みですね。そうですね。はい、皆さん協力してください、ね。はい、よろしくお願いします。、はい、次回9月21日金曜日午後8時から生放送でお会いしましょう。お相手はクスノキとベチでした。さよなら。さよなら。また来週よろしくお願いしますね。お願いします。待ってます。